怖かった。あれ、一回アビーは謝れよ。何だったの？チャプター4、ドントパニック。ハンターの人もまるでそのパニックこいつだけや。ねえ、アビー。はい。あ、書いてくれる？何を？襲ってきたものを書けない？レッカ、なあ、おい、何があったんだ？獣に。ハビーは錯乱してる。何があったか教えてくれ。いたんだ、男が。だけど他にも獣が。何だって？獣って一体どんな？僕、アビは。ああ大丈夫、アビは無事だ。大きな爪と牙がのしかかってきて。ほら、クマやん。クマだと思う。絶対クマじゃなかった。本当にクマだったらペシャンコだ。ウサはクマのこと人間って言ったか。おいおい、なんだこれ。黒くなってる。バイキンだよ、これ。広がってる。やばいよ、下手すると。あく。ごめん。マジかよ。だから電話でレスキューかなんか呼んだ方が。何とかしないと。感染が広がる前に切り落とさなきゃ。なんで？なんでそんなこと？だってその黒いの見なよ。どうすればいいんだ？俺が医者に見える？よく覚えてないの？何を見たかも。まさか。呼びかけてと。おい、撃つぞ。銃があるんだ。出てこい。まさかあのジェイコブかエマかも。トランクス一丁のボクサーパンツ一丁のジェイコブさんが恥ずかしくて出てきにくいだろうからな、今あの格好じゃちょっと。なんでもないわよ。ああ、言ったかな。うせやがれ。ジェイコブだったらどうするん？よし、じゃあロッジに戻るべきじゃないかな。なに？銃をもう一個取り行こうぜ。てか電話して、なんか警察とかに知らせた方が。ほら、助けに来たんだ。助けに来たぞ、ジェイコブが。なんてこった。ニック、大丈夫か？二人は襲われたの。まあ顔面血だらけやからな。おい、服はないか？凍えそうだ。バッグは全部車よ。ずっとこいつこの格好系。ちょっと気になるからな、いろいろと。はい、まあ、そっちも何か？いや、そりゃまあ、ほら、あれだよ、アビーの悲鳴が聞こえて駆けつけたのさ、全速力で。そうやんな。あ、ところが途中でな、いきなり罠にほら引っかかっちまって。あれだよ、寮に使うな、何かが足に絡まって、気づいたら次の瞬間にはヒュンぶら下げられて、男が近づいてきたんだ。ナタを持ってさ、まっすぐに。やばい目してたぜ。
でも一発食らわせてやって、ね、お急ぎでアビーとニックをロッチへ運ばなきゃ。ああ賛成だ。それってイチゴジャムじゃないよな。ああこれはそのマジモンの血だ。物騒な男が嫌がってさ。ま話せば長くなるんだけど。うえ、まあ最悪だったぜ。エマの心配を。おっと、そうそう、大変な話をし忘れてたぜ。死体があったんだよ、湖に。まさか人のか。ああいやいや、うんとだな。本当はエマが俺と死体したいって話なわけあるか。人間の死体だよ。おいマジさ、本当だぞ。うん、すっごい。俺は結局来なかったキャンプリーダーじゃないかと睨んでるんだけど、どうだろうな。何しろ膨れて俺だ。おかしいな。行かないと。おい、今思い出した。待てよ。なあ、出してくれ。外はヤバいんだ。おい、ニックとアビがいるんだぞ。だけどエマだって一人で放っておけないだろ。心配しすぎなんじゃないのか。自分の心配をしやがれ。怒らせたいのか。自分の彼女を守りたいんだよ、バカ野郎。もう君の彼女じゃないだろ。なんつった今。暴発しそう。話さんぞ俺は。はい、ストップ。本当にヤバい状況だってのに二人して何やってんの。ちょ、これはダメ。怪我している二人を守らなきゃでしょ。ヤバいやつもいるし。うん、ないや。悪い。ふざけんな。守ってあげて。島にいるなら無事なはずだから。またあの変態筋肉野郎に出くわせってか。いいや、ジップラインのそばにボートがあったはずだ。なくてもあそこから島まで行けるしな。でも行ってあげるんや。ロッチに戻って助けを呼ぶわよ。でもニックは歩けないし。いい考えがある。なんだっけな、これ猫車だっけ。猫車。さて今夜のまとめね。わあ、心配するんじゃなかったこんなやつ。じゃあ謎謎。親指が2本あって真っ暗な島で一人ぼっち、これなんだ。答えはバカ。一本ね、使えるのは OK。 そして勇敢な女の子は不気味な無人島に一人取り残されてしまいましたとさ。ぶっちゃけるとね、置いてかれちゃったわけ。この変な孤島に一人で撮影以外やることもない状態で。あそこにツリーハウスがあるから行ってみますか。素敵な景色が楽しめるかもしれないし。まあ正直みんなのとこへは戻りたくないし、戻りたくても戻れないし。だって彼の方が先に逃げ出したのに追いかけてたら超うざい女みたいじゃない。ああもうごめん、愚痴ばっかで。愚痴愚痴探検つまんない。もういい。つまらんかったな今の愚痴愚痴探検隊は。さあ、ぐちぐち探検隊行きますか。あ、でもこの姿ですから動画はしょうがないよな。これが何かは見ての通り。使ったことないけど私にはちょっとワイルドすぎ。これ今更だけど出したものはどこに行くんだろう。うわ、やめてよ。うん、何も見なかったことにして先に進みますか。いや、どこに行くんやろうね。いろいろ配信のネタを探していかなあかんからな、ちょっと。こっち
ではないよな。あれなんか今声が、うん、あ、カラスか。でもなんかカラスいるところに狼おるみたいな、なんか ジェイコブなの？違うね。カラスおるとこ来たらあかんのじゃないかな。あ、魔術師だ。もう一回、もう一回。待って、ケツが、ケツが。ケツはいいから。あれ？これか。あ、そこ、そこ。よし。魔術師か、驚愕、絶句、神秘、衝撃、感覚を操ること、それが魔術師の力さ。瞬きすら許されやしない。見逃すんじゃないよ、大事なものを。魔術師っていうか赤魔道士やけどな、これだったら赤魔道士です。よし、ケツが見えんな、これは。うん、うん。さ、今回も無事タロットカードが取れたってことでね。この島は採石場の森の越しで湖ができた時に自然に戻った場所なの。素敵でしょ。子供の頃はプールに浮かぶエアベッドみたいに島は水に浮かんでると思ってたのよね。でも今は大人だからわかる、全部が見かけ通りじゃないってね。例えばひと夏の燃えるような恋の相手が実は超子供っぽいやつで、私が付き合ってくださいってラブレターを書かないからいじけてたりって。何の話？お前ジェイコブがお前の配信見たらどう思うっていうか、なんで私が釈明しなきゃなの？あっちが勝手にわめいてるだけなのに見て、すごい偶然だって。ほら別れ道最高。さてどうしようかな。文字通り上に行くべき、それで忘れるの、それとも今の道を歩き続けて不幸な人生を愚痴り続ける。まあみんなの意見も聞けないし自分次第ね。愚痴り続けよう。どっちでも結局今はがんじがらめになってるし仕方ないでしょ。ワクワクしてたんだから次のステージにね。最高の夏だったけど次はもっといいかもしれないし。これをアップする頃にはハケット採石場は遠い記憶になってるのよね。そっか、ライブじゃないのか、取りだめしてんのか。そうそうそう、いろいろ考えるけど県外だから。私ってこいつは殺されんようにせんとな。手近なものじゃ満足できないたちなのね。アビーに言われた、私は自信家だって。でも本当はみんながオンリーワンを目指すこの世界で必死に生きてるだけ。メンヘラ配信者なん、ちょっとこの人多いんだろうな、コメントに大丈夫とかって、うん、僕も私もそういう時ありましたみたいな。いや、なんかいつ襲われるかドキドキする大丈夫や、水着やから。なかなか楽しいわ。この夏初めて一人になれた気がするのよね。いい感じ。ジェイコブのことこれではっきりしたかも。迎えに来させるつもりだったけど一人で。さっきまで名前出してなかったのにねえジェイコブ、もし見てたら本当ごめんね。勝手だけどわかるよね。ねえジェイコブお前関係ない人の名前バンバン出しすぎやろ。あ、ねえほら、もしかすると50年後にばったり再会しちゃって最高の夏の思い出がブワッと蘇ったりして、ハケット採石場でのね、それがきっかけで人生が一変しちゃったり。
あれよね、おいらくの恋ってやつ、電動椅子デートとかあるかもね。時間が解決してくれるわよ。それにね、時間は人を愚かにする。なら私たち最高のヨボヨボカップルになれるかも。それまで自分の道を行く。ごめんね。二度振られた感じになったんですかね、これ。なんでお前が謝ってお前が俺を振ったみたいになってんだよ。二度振られて。てか服持ってこないの、この子。泳いできたからじゃない、そのまま。あー、そっかそっか。タオルないし。ポケットさんはロッジにいたんだから彼のはずはないわよね。まだ日が暖かい。よかったね、乾くやん。大ガラスは言った。何もない。あ？ハービンジャーモーテルのマッチ箱、何本か使われており、着火面には擦った跡がある。いけいけ言いよったモーテルや。あ、多分そうですよね。別にいらんのや、それは。まあ、そりゃそっか。登る前に、あ、行けんか。もしかして、あの大男の人とおじいさんはモーテルの人たちなんですかね。かなぁ、どうしよっかな、ここ登っちゃおうかな、さっきのとこ登る、もう戻れんのかな、まあいっか。片手で登るしかないかな。配信者魂やな。録画止めたら一旦。今やばいかも。もう。これがリアルなやつやから。あ、あ、やばい。俺の配信が。さて、ここが。あ、仕切り直した。作られた豪華なツリーハウス、まんまね。19世紀にある男が目隠しして建てたもので、最高級の朽木と錆びた釘、それにロバの唾で作られているのよ。由緒ある史跡ね。ハニー、ただいま。なんだって？子供を寝かしつける？それは君が得意だろ。え、何ごっここれ。ほんま人気なんこの人。中へどうぞ。これぞサマーキャンプって感じよね。誰かが片付け忘れてたみたいね。子供たちが忘れたか、リーダーの誰かのかな。でも見たことないわね。聞こえた。選択しないとね。他人の持ち物を盗み見るか、それとも不気味な落とし戸を開け、苦痛に満ちた死に直面するか。正解はないわよ。正解ないんだって、選びたくないわ。どっちがいいんだろう。どっちがいいんですかね。バッグだわ。となれば服を着る。これ一択よ。じゃあ落とし戸にする。何目線なんだろう。あなんで服着たからいいじゃないですか。ゲット。さてと、上に何かあるっぽいわね。びっくりして飛び上がるようなものじゃないことは確かだと思うけど。さらば残酷な世界、幕は下り、アンコールに応える暇もなし。これはこれはまずいな。こんなもんスタンガンに決まっとうやん。写真を撮る。よっしゃー。
こら伸びるぜ。何これ。ツリーハウスで襲われる瞬間のエマの写真、アップでピントが合っていない。ええやんな、それぐらいの臨場感あった方が。こらサムネやな。よく撮りましたね。でもだから配信者魂や、これが。まずいまずい。うん。いや、いつもギリや。何？先回りされた。スプレー効くんかな、つか持っとんや、スプレー。効いた？効いて。これさっきアビーたちが襲われた人かな。何体かおるんちゃう。何体もいるの。あ、気をつけて。うん。連打だ、絶対連打だ、これ。違うかな。違う。あれ？窓から入ってきそう。え、部屋の中。逆に上？ドア塞ぐ？落とし戸を使う、落とし戸使ってみーよ。うん。よいしょ。頑張れ。急げ、頑張れ。まあさっき開けれんかったぐらいやからな、これを。いやー、いいサムネ撮れたな。ゆっくり。ああ、心配ない。あとこいつも撮っとこう。痛い？うん、だけど。いや、痛いよ。痛いよ、絶対。食べ物を探してくるから。ごめん。お前は助けてもろたから痛くもなんともないだろうけどな。うん、最高。いくらでも食べられそうだ。あ、そんなにたくさんはないと思うけど、シリアルくらいなら。うん、シリアルはちょっと。うん、タロットだ。これは医務室の鍵さ、いろいろあるはずだ。消毒できるものがあればいいけど。あ、食べ物を探すわ。俺たちは電話を探そう。うん、ハケットさんのオフィスにあるんじゃ。ああ、銃もあるしな。了解。完璧に行こう、こいつは。大丈夫だといいけど、医務室にあるものでなんとかなると思う？ケイトリンを信じよう。だけどさ、もともと医務室担当じゃないし、もう一人の女の子が来なかったからやることになっただけで。応急処置さ。行こう、助けを呼ばないと。こんなに静かだと変な感じだ。キャンプの間、夜に来たことはないのか？君はあるわけ？うん、何度かな。ディラー。おい、どこへ？いや、その、名前を呼ばれたような。真面目か。タロットカードが取れなかった。ビッグの怪我は意外と軽いんじゃ。戻ればええんかな。かな。ならいいね。ああ。何さ。助けを呼ぼう。どこにかける？ハケットさん。番号を聞いてないんだ。それなら911は？911か？90ってなんだよ。
いや、ほら。それはともかくとして、何を頼めばいい？警察か？救急車か？はあ。まあ、具体的に話そう。要は救急車に来てほしいんだから助けてってだけ言えばいいんじゃない？じゃあ警察です、どうしましたかって聞かれたら助けてください、まあ、早く聞けろや。クマではないかもしれないけど、クマを持った動物であることは間違いなくて、顔が血まみれのハンターにさらわれかけたやつもいるんです。銃声もしました。僕たちは撃ってません。そう、それを言えばいいんやって言えばいいのか。あとジェイコブが木から吊り下げられたけど、それはまた別の話ってな。うんうん、そんな感じで。わかった。何のリハーサルしたん今。あ、どうしたの。ダメだ。変だな。いきなり通じなくなることもあるさ。警察に連絡しようって瞬間にかい？偶然だよ。ガチャガチャってやってみたら。え？これどうなるのか。さあ、映画とかで電話が通じないとこうやって連打してるだろ。映画じゃないぞ。へえ、どうしてわかるんだよ。こっそり撮影されてないとも限らないじゃん。こいつ結構そういうオカルト的なの好きだよね。ダメだ、こいつは通じないみたいだ。どこにもだ。このキャンプで他に固定電話は？電話じゃないけど。ん？小屋に古い無線放送の機材があるんだ。アナウンスに使ってたやつか。俺セレクトのサマーソングを流したり。ああ、確かに。あとキャンプ参加者への連絡事項とか、古い機材だけどあれをいじれば外にメッセージを届けられるんじゃないかな。わかった、よし、行って外に連絡できないかやってみよう。それ戻しとけよ。持ってた方がいいんじゃないですか。しばらく持っとうだけやし。ちゃんと返すよ。みんなが無事で助けが来てくれることになったら。はあ、わかったけど気をつけろ。よっしゃ。もちろん。おっと、これ天気のせいかな。そうやな、天気ね。じゃあそうだな、クマかも。はあ、クマ、なんで何でもクマのせいにするわけ。キャップ譲ってだよ、クマが電話線を切り、今度は電線も切ったとして、そのクマが廊下で俺たちを待ち構えてたらどうするつもりだよ。フリ。確かに。どうも。フリなの。な、あの、あれで、あ、そうか、停電やから見れるのか。無線小屋へ行くと言っておいた方がいい。ああ、そうだね、行こう。かわいすぎやろ。おいおい。憧れだったんかな。落ち着いて。FPS 男子です。でも彼女にこれって必要かな。俺たちと同じくらい必要だろ。ケイトリンはロッジの中、俺たちは外。ロッジの中に危険な奴がいるかもって言ったじゃないか。いつ？ついさっきだよ。めんどくさいな、こいつ。どうしても銃が必要だったからさ。彼女に銃を渡せよ。楽しそうだったのに。嫌や。嫌や。嫌や。自分で渡してあげたらいいじゃんね。じゃあハンターが戻ってきたら彼女は無防備なんだ。自分のことばかり考えるな、よくないぞ。違う、身を守りたいだけだよ。こんな時に何言い出すんだ。いいかい、命令される筋合いはないんだ。悪いけどお断りだね。一体何を言ってるんだ。銃を渡せよ、もうあるんだから必要ないだろ。くそ、楽しそうだったのに。終わった。お説教は終わりかい。まだある。でも言いたいことがあれば言えよ。な、
な、確かに君はガタイもいいし、今は臨時のリーダーで。そら、別に構わないんだけど、この状況をなんとかできそうなものをやっとのことで見つけた俺に、そいつを手放せとかって命令するのは、いくらなんでも横暴すぎるだろ。こんな言い争いして何になるんだ。そっちが始めたんだろ。さっきのリハーサルも何の意味があったんだって感じやけどな。確かに。ライアンはあなたのそういう部分が気に入らない。お邪魔だった。この姉さんに持たせろって。元気出せって。どうせ使えやしなかったんだ。頼りにしてるよ。ありがとうディラン、優しくてイケメンだな。うん、知ってる。あんな楽しそうだったのに。でも何だかんだこのディランいいやつですね。うん、ちょっとめんどくせえけどな。うん、あとタロットカードが取れませんでした。おお、服着るから。あ、終わってなかった。あそこまででもシャーっていけるんじゃないですかこれ。あいつもシャーってきたらどうするん。どっち。え、素早くに決まっとうやん、こんなのは。いや、どっちだ。いやー、巻き上げろ、急いで。急げ、急げ。はいよ。あ、そっ。今、煽ったな。煽りましたね。あー、だって後ろから来るのかな、もしかして。なんでなんかすげえ壮大な曲流れてる。大成功ってことでええんかな、これは。いいじゃないですか、生還したってことじゃないですかね。あ、水に入ったから使えなくなっちゃったんだ。水に入ったらもっとシャツも張り付くやろが。みんなんとこに帰ろう。でもクラウドに保存されとったらな。おや、お前さんかい、よく来たね。やばい、期待してるめっちゃこの人。じゃあ始めるかい。今日はやめときましょう。魔術師か。一個あるし。驚愕、絶句、神秘、衝撃、感覚を操ること、それが魔術師の力。ちょっとさ、今度このおばあさん風に呼んでやろ。見逃すんじゃないよ。大事なの。まさかそれしてくれない。没入感が出えへん全然。どうする、もっとカード見つけたらやります。今回も決めるのはお前さんだよ。さあ、どうしたいか言っておくれ。もっと見ます。これよくわからんのだよな。未来がちょっとだけ見れるってことですよね。え、なになになに。結局切断せなあかんかったんかな。また一旦別れた。よく考えるんだよ、誰を大事にするべきか、誰が自分の味方なのかをね。ご視聴ありがとうございました。あれあれ、まだチャンネル登録してない人いるのかな。まだの人はポチッとワンクリックよろしくお願いします。登録するといいことあるかもね。